日配信更新できてたからよかったと思って、寝る寸前だった。ごめんね玉ねぎさん、白玉さん、お疲れ。寝てたん、寝てたん、おはよう。新配信おやすみなさい。おやすみなさい。アップテケンさん、こんばんは。白玉さん、ファンレベアップ、ナイス、ありがとうございます。そう、なので今日配信ないと思って YouTube 見てた。あ、よかった。でも YouTube 見とってくれてたら。私のやつ昼間配信知らんかった？なんかね、まあまあ早い時間、なんで昼間っていうか午前中やった。何時、10時ぐらいに多分した。そう、コメできないの解決できた、よかった。うん、そうそう、知らんかった、コメントできなくな、いつもコメントのとこ私何も触らんのね、タップとか何もしないんよ。だからなんであんなことなってたのか全然わからん。逆にあれ、コメントないなって思ってた。最初、白熊さん、こんばんは。そう、メイク配信をね30分ぐらいだけしてたんよ。大阪杯何かん。予想はもうファンクラブに投稿しておりますが、見て、あ、ここそりさん、ファンクラブ会員じゃないねんな。白熊さん、こんばんは。新学期始まってドタバタしてて、あ、唯一の配信ないかと思ってたら通知来たー。あの、配信ないと思わせてあるっていうエイプリルフルってことね。しとこ、まあ日付はもう変わってるけど、あ、ファンシーおったんか、シンデさん。そっかそっか、11時前、22時寝ちゃったから今晩見損なったと思った。逆にじゃあベストタイミング、逆に塚さん的には今がじゃあベストタイミング。見損なったと思ったらやってなかったー言うて、ツンデレ、トーン控えめ控えめ。あれ、でもマスクちゃうわ、イヤホンここでしてんねんけど、でも聞こえない、イヤホンしてるから聞こえやすいかなと思ってきた。あれ、ファンルームに書いてないから一応警戒した。さすがさすが。絶対いいのは4月1日の午前中、午前のみですだって。そうで、午後だったね、明石やな。正座してたら足が、大丈夫しーちゃん、痛くなっちゃった、ツンデレ。まあそうとも言う。問いタイミングって何ですか。まず、うーかめんだ、若さん、ファンレベアップからのお疲れスタンプ、ナイス、ありがとうございます。ひかるさん、こんばんは。トイレタイミング、なるほどね、大事。大事大事。あ、今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。いいよ、というわけで寝ます。あ、しんじさん、もう寝るのですね、おやすみなさい。痛い、違和感、暑さ、暑さやばい、アイシングした、しんじさん、おやすみ、また明日。止まった、止まった、早く寝るんだって。私は寝ないよ、止まってた。ちなみに私は寝ないですよ。あの、シンジさんが寝ますって言ったから、シンジさんにお休み言った。ヒカルくんもユウくんも寝る、止まってた、パソコンが一人で喋ってるって。なんで、え、そうなん、しんちゃん、今からでも遅くない、しよう、アイシング。止まってたから終わると思った。ごめんよ、なんで止まってたやろ。タトヒロさんもいらっしゃい。 YouTube 見たよ、素敵な朝。ありがとうございます、見てくださったんですね YouTube。 そう、スペインの
さを紹介しました。あれは残暑ぐらいやと思うんで撮ったのが、そうめっちゃ前の動画、久しぶりや達弘さん。エリカの声が聞こえる。 YouTube 見てくれてんの？いっぱい見て、いっぱい。久しぶりに来たら待ち受け写真変わってた。漏れてるやろこれ。横浜の動くガンダム、3月31日と思ってたのが、行ったら1年延長されたって現地で知る事実。おろろろろ、まあ、来ちゃったよみたいなね。水部さん、かまわ、ショールームが一人で動いてる。どういうこと、どういうこと。でも山口さん、今行けたから行く一歩踏み出せたってことで、1年延長されたって聞いてたら行かんかったかもしれん。山さん、こんばんは。シロマさん、ファンレベップナイス、ありがとうございます。シロマさんもこんばんは。すごい、皆さん夜更かしさんですね。あ、日向坂ライブ楽しんできました。明日も参戦するのでホテル、うん、息抜き乗りました。あ、なるほど。エミカの部屋開いてあるから配信始まると喋り出す。いいですね。ナイスナイスプレパレーション、ナイス準備。家で掃除をするか寝るか悩んでる。この時間に掃除をすると寝れなくなるに1票。え、めっちゃ止まります。なんでごめんなさい、なんで止まんのやろ。達弘さん、だるまさんナイス、ありがとうございます。だるまさんがコロナ、ありがとうございます。大阪でいつイベントするの、会いたいなって。会いたいですね。藤田さん、大阪のイベントまだ決まってないの。気づいたら音声止まって、なんでマジで。ちゃんとマイクまでしてんのにごめんなさい、おかしいな。自分 AKB のゲームしてるのにないです。楽しんで楽しんで。あ、声出しライブいいですね。水野さん、アーリーさん、こんばんは。うんか、みんな、こさ、ファンレベアップ、ナイス、ありがとうございます。いて、なんか落ちた？ペットボトルか。ペットボトル蹴っちゃった。こんばんは。あ、大阪行くの早くやります。了解です。プテキアさん、おやすみなさい。いい夢見てくださいね。来てくれてありがとうございます。ツーロージさん、こんばんは。こんばんは。今起きたらもう寝られないかもな。いけますよ、それはいけます。二度寝みたいなテンションで寝ましょう。それはよいしょ。え、大丈夫、この距離で喋ってもイヤホンは働いてる、仕事してる。ミズムさん、ダルマさん、あ、シルトマさん、ファンレベップナイス、ありがとうございます。すごい、ミズムさんがダルマさんをいっぱい投げてくれてるよ。目が覚めた目が覚めちゃったんですけど、温かいお茶湯とか飲んで、お茶とかお水とか飲んで、ホットミルクとか飲んでます。みずむさん、だるまさん100ナイス、せーの、だるまさんがコロンタン、ありがとうございます。ナイスです。え、今は声止まってませんか。ちなみに今は声全然大丈夫そう。止まってない。
止まってない、よしよかった。さっきはね、画面をも持ってたっていうか、なんて言ったらいいの、ショールームの画面、携帯を触ってたんですよ、持ってたんですよ手に。でも持ってるとなんかどっか触っちゃって電波が安定しやんのかなと思ったから、一回床に置いてみた床に。 Wi-Fi 切ったら止まらなくなった。本当ですか。あ、じゃあ全てはズカさんの Wi-Fi のおかげ私が床に置いたんじゃなくてズカさんが Wi-Fi 切ったから全部止まらんくなったありがとう。こんばんは、かっくんさんかな、こんばんは。よいしょ。こんばんはです。そう、さっきめっちゃ止まってたらしいからごめんなさいね、ほんとさあ、どっちだろうクイズですどっちでしょうか。昨日ユーリが、え、そうなん？ナナさんのコンサートに出てたって。知らない、知らなかった。なんか歌ってたの？明日は朝から一緒に参戦した後輩と静岡？静岡県三島大社？その後はライブです。すごい、めっちゃ充実してるじゃないですか。あ、しゅんちゃん逆逆、おかえりん、いらっしゃい。よいしょ。ふう、疲れた疲れた。今はマッサージとストレッチをね、終わらせました。あ、まだストレッチは途中だった。そう、充電しよう。え、一回り以上若い後輩ついていくの大変です。すごい、でも仲良しなんですか。なんか素敵ですね。ユーリのサスコになんちゃが出たか、なるほど、そういうことだったんですね。すごい、正座して一日走り回っていっぱい歩いたから、うわー、お疲れ様しんちゃん。足マッサージして寝てください。ストレッチと、私も今日いっぱい歩いたからちゃんとマッサージしてストレッチしてる。お風呂も使った、えらい。あ、そうなんや、元 NBA まで会えてないからね。ちゅうちゃんとは3月9日のライブだったけど。なるほど、大阪限定なんですか。藤田さんは東京は来ない。東京は決まってるのにな。星座カード取れへんかったから助けてもらった。あ、そうなんや。歩き方おかしい、痛そうってめっちゃ言われた。じゃあもう先生にも気づかれたんかな。そういえば今日吸気性公演を見てきました。あ、言ってたね、ゆうやくん、どうやった、楽しかったずかさん、一回のライブで体中バキバキですってめっちゃよかった。いいね、いいね、ライブいいね、リフレッシュされるよね。のぶろうさん、こんばんは。イエーイ。お、玉ねぎさん、だるまさん100個、ナイス。せーの、だるまさんが転んだ、ありがとうございます、ナイスです。ペンピングバチバチで目立つように言ったのに椅子に座らせてもらえなかったおかしいな、おかしいな。それで痛そうって言ってくれるのは言ってくれるけどみたいな、優しいんか優しくないんか絶妙な塩梅ですね。
48の公園だと体は楽だからね。なんでですか？座ってるからってこと？膝手術された先生めっちゃ心配されて走り回ってたら食べられた。そらでもそうなりますよ。うん、しんちゃん元気やもん。まさか限定かな、東京は無理っかいがない、ね、あ、そうなんですね。やっぱり大阪が多いんですね。大阪でいろいろできるように頑張る。そろそろ筋トレ以外のバケーションしたい。うふ、バケーションか。筋トレはね、バケーションじゃないのよ。ライブだと立ってるし跳ねてるし、確かになんかめっちゃエクササイズみたいな感じだもんね。2時間とか。歌ったり踊ったりしてるメンバーとあんまり変わらへん運動量なんじゃん。そんな、結構ジャンプとかってしんどいじゃないですかね。2050カリオありがとうございます。違うのって言われちゃった。じゃあ違うと思ってたけど。そういうことにしとく。足側をうちにひねったら激痛。そうね、一日休めるのであればゆっくり休みましょう。帰りに足するし、筋トレってみんなのオアシスかと思ってた。みんなと概念ちょっぴし違うな。あ、なにこれ、ブラボー、ブッポーに見えた。ブッポーって何かと思った。水部さんブラボー、ナイスー、ありがとうございます。ということで寝ます。だっておやすみなさい。ありがとうございます、水ぶさん、本当にブラボー投げてもらっちったん。ひひ、ありがとうございます。おととい、昨日は巨人の開幕戦で東京ドーム行ってました。おととい、明日も行きます。はぁ、めっちゃいいじゃないですか。水ぶさんおやすみ。あ、地下アイドルは対バンが多くて持ち時間15分とか20分だから、持ち時間か、全く疲れない。なるほどね、地下アイドルの場合は疲れないんだ。そっかそっか。だから 日向坂とかはどうやったんやろ、座ってたんかな。水森さん体バキバキって言ってた。明日じゃなかった、もう今日だった。確かに日付変わってた。確かに。そもそも現場のおたかつ自体全く疲れないわ。だって楽しいことしてるもん言うて。まあそうだよね、確かにね。そっか、一回一回が短いってなると、うんうん、頭から首から頭にかけて痛いよ。定期ずっと言ってるけど病院行った。疲れるのは移動か。クラシックの演奏会行くと寝れる。クラシックと、あとオペラとか、寝ちゃダメやけど、オペラとか、あと伝統芸能のあの舞とかも、私結構眠気をそそられてしまうんですよね。リラックスしちゃうんやと思う、体が。今ジョーちゃんがメンバーにいる。あー、そうね、あのアイドルやってるんだよね。知ってる知ってる、見たことあるよ。今から安心するか、めっちゃ安心しよう。しなさい、しんちゃん、しなさい。ドクトマルさんこんばんは。クラシック好きだからよく行くけど寝ちゃうって。そうなんや、クラシック好きで行っても寝ちゃうぐらいやから。じゃあクラシック全然わかんない人が行ったらもう絶対寝るんやろうな。まだ起きてました、おはようございます。よかった、来てくれて嬉しいです。今暑い暑い暑い奇跡が、どんな曲、タイトルをどうぞ。そういえば小さい頃クラシックバレエしてた。あのバレエじゃない、なんかあのクラシックの音楽がけてバレーボールしてるみたいなって。
この胸に吹いたら、分からん、分からんのだけど、クラシック、ジュディ&マリー、あ、分かんない、ごめんなさい、すいません。この前のインスタの写真、アイドル自体みたいだったね。ありがとうございます。あれ衣装なんで、4月6と8の朗読劇来ていただいたら、あれ生で見れちゃいますよ。見れちゃいますよ。え、山口さん、すごい、白鳥の湖やったん、すごいじゃないですか、めっちゃすごい。あ、こんばんは、アマテラスさん、いらっしゃい、こんばんは、皆さん。お元気ですか。前の職場のシングルより売れてると思うけどなって。誰が誰が、あ、私の、あ、ごめんなさい、そういうことね。あ、今理解した、そんなこと呼んだで。秘密的にあの衣装まだ行きますね。あのリアルに、あれ、中学校の同級生のお友達に中学のまんまで笑ったって言われたから、変わってないらしいです、客観的に見ても。亀田さんに真面目な質問していいですか。いいですよ、もちろんです。さっきの曲が NMB ってことですか。そんなことないよじゃないのよ。女子50で男子1の世界でよくいじめられて、え、いじめられてたん、ハーレムじゃないの、ちゃうの。そんなことないよがちょっとウケるんだが、オラオス、オラオラフ、え、ちょっと待って、オラフってこんな感じやったっけ、とマキさん。なんか違う、なんか違う。アトリエファンパレの2日とも昼間は一般で夜は最善です。うわ、絶対見つけよう、戸塚さんのこと、ありがとうございます。あ、2時になったよ言って、まだ寝ないのかって、これあれですね、たぶんたまねぎさん、私何時から配信してんの、37分からしてんのか、もうちょっとだけやろうかな。そんなハーレムないようだって。あ、そうなんですね。まあ仕方ないですよね、そりゃね、そういうこともある。でも今はね、山口さんムキムキ筋トレして、そういじめられたらもうなんかやり返しちゃうでよ。デラデラって言った今、めっちゃ噛んだ。びっくりするぐらい噛んだ今、恐ろしいぐらい噛んじゃったよ。自分も高3の時、女子30男子9人のクラスだったが、全然ハーレムでなかったな、だって。そうなんですね。私だって確かに高校の時クラスが男子3人女子あと全員みたいなクラスやったんですけど、男子3人なんか男やと思ってなかった。またスペインに、あ、今は大阪にいて、もうちょっとで東京に行きます。あの6日と8日にリナッチとココちゃんも出る朗読劇に東新宿で出るんですよ。で4月の末26から30まで今度は池袋で舞台があるので、1ヶ月ぐらい東京に行きます。クラックさん、こんばんは。プレッシャーかけてもダメだった。山口さん、でしょ、ですです、いい思い出やもはやね。年齢大切な1、2、3期生がめちゃくちゃ好きだった。あ、いや、あの時代が好きだったんですね、藤田さんは。ごめん、聞いてなかった、聞いて。自分は日本ビクターの社員ですか、レコード会社の人間でアイドル現場に行く人あまりいないですよね。おー、私レコード会社で働いたことがないから、データ的にって言われると実感ではわからないんですけど、でもアイドルの現場ではいろんな方来てくれたと思うし、レコード会社ですって言ってた方はおらんかったけど、私の周りには。でも絶対いたと思う、どっかには。別
然なんか誰かの迷惑にならへんねやったら全然いいと思いますよ。やすさんこんばんは、メガネさんお疲れ様です。池袋来てくれる山口さん来てん、アイシングしてる、えらいえらいよ。体勢5分もいてないけど徳田さん全然大丈夫です、来てくださってありがとうございます。ゆっくり寝てくださいね。ありがとうございました。新宿だぞ、だって。4と4月6、8は東新宿。そう。で、4月26から30は池袋。です。新宿の方はチェキも取れちゃう。で、池袋の方はえみちの頑張りが見れちゃう。どっちも来てほしい所存でございます。えみちそろそろ寝ましょう、だって。もう30分まだ配信してないのよ、実は。そう。それが気になっちゃう。意識高い系やから意識高い系やから30分配信してないと気になっちゃって。新宿の席まだあります、皆さんぜひ来てください。私の URL から予約してくださったら嬉しい。当日支払いで申し込んでくださっている方はお気をつけてほしいのが、ぴったりの金額で持ってきてもらわないとお釣りが出ないっていうことがあるみたいなのでね、ぴったりの金額で駆けつけていただけるとありがたいです。はい、すいません、お手数おかけします。あと2分か、あと2分ぴったりで終わるかな、終われるのか神枝さん。さあどうなんだい終われるのかい1万円でお釣りなしか1万円出してくれる予定やったんですか山口さん。ぴったり持って行ってくれたら大丈夫で、振り込みやったら何そういうのは関係ないんですけど、当日精算の場合はね。え、なんでしんちゃん土曜日の予定表私の手元だけに届かないの。そうなの、言った、私に届いてないですって。毎日のアイドル現場に行きましたが職業柄あまり合わないなと感じました。あ、そうなんですね。合わないなって思っちゃったらそれは無理していく必要はないと思います。よかったら舞台とか見に来てくださいちゃんと宣伝する。できれば当日よりエミカ名義の席でよろしくお願いします。そうです、神枝エミカにチェックを入れていただけると神枝さんお仕事にお仕事に評価がつきますので、よかったら神枝名義で来てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたしますむにゃむにゃ、たけしさんも寝てる、たけしさんが寝てるよ、たけしさんがもう寝ちゃってるよ。 ABC どこにいましたか、ごめん自分のとこしか見てないわって5人くらい言われた模写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 聞こえる、違う、これがね元ブルータスが今発射してるから私も寝る大丈夫、何回大丈夫、何回あかんのかと思ったよ。なんで私はプレッシャーをかけられてしまったんや。ごめん、牧草食べてた。馬が言ってる。馬が言ってる。これアバターで言われると。朝までならコーヒー入れてこようか。かわいいなんかさ。コーヒーで思いました。久しぶりに今日。ソイラテを飲んだんですけどめっちゃ美味しかった。やっぱりソイラテ最高ですね、スタバ。もう寝られそうにないわ、だって。あら、起きてください、間違った、寝てください起こそうとしちゃった。明日は朝早い、うん、そこまで早くない。亀田様芸能界の経歴がすごいので返答が明確ですね、ありがとうございます私芸能界の経歴が長いからっていうわけじゃないんですよ。そう、お口が達者なんですよきっと。ごめんなさい、語彙力だけはないんですけど。私みんなの見て使い表を見せてくれ、今の先生まで信頼関係。あ、やばいね、
やばいね、ほんとに。聞いて、聞いた方がいいよ、ちゃんと。スヌーピーにしやがったん。あ、あのね、プレッツェルのやつ、サリーのやつかな、は前に飲んだ。そうそうそう、前に飲んだ。まだフラペチーノは飲んでない。完全に目が覚めてしまいました。30分は経過しました。ありがとうございます。そろそろ終わる。じゃあ寝ようか。おやすみ前のホットコーヒー飲んでトイレ行こうと思ったら竹の橋始まって、ここも始まったって。夏ナウ。ナイスタイミングで起きてくれた。みんなトイレタイミングだった。ズカさんも。え、そう、スヌーピーのねパーカー出てんで、ね、めっちゃ可愛くない、あれ。美味しかった。はい、美味しかったです。めっちゃ。やっぱり子供の名前つけるとき、上から読んでも下から読んでも、はるか下から読んでも、どんだけ下から読ませるんですか。回文の感じちょっと違うし、回文できる名字の人と結婚したいって。全くね、考えたことなかったです、子供の名前に関しては。あの、自分の名前は多分、何、あの、なんて言ったらいいやろ、例えばやけど、神江さんとか神さんとかやったら、自分の名前は変わっても、名字が変わっても下から読んでも一緒なんと、あと婿養子に来ていただけたら変わらへんのと、変わったとて、あれ、何、芸名をこのままにしてたら使えるなとか、そういうのしか考えてなかったですね。でもやばいよね、お母さんも子供も上から読んでも下から読んでも一緒やねんって言ったら、なんかおもろくない。梅田さんになら言える質問でした。地下アイドルさんには言えません。あ、そうなんや。やばい、よかったです、私に聞いていただけて。スヌーピーといえばみたいなところあるもんなって。どういうこと。でも私今スヌーピーのジェラピケの服着てる。そこは旦那さんも、旦那さんもだから、あの、怪文明の人を、でも旦那さんが怪文明やったら、同じ名字で下から読んでも一緒にしたかったら、子供も旦那さんと同じ名前になっちゃうよ。玉脇さん、面白い。神恵美か。ちょっとなんか短ってなるけど。絵がないだけでなんか足りなってなるけど。せっかくやけど見えないよ。すいません、じゃあ想像だけしていただいて。あ、今スヌーピー来てるんやな、恵美か、言って。写真は全然違うけど、この写真マジで漏れてるよね、私。この写真の私漏れてるくない。あれ、私何しようとしたの忘れちゃったじゃん。はい、それで終わったじゃん。小顔効果狙ったん。そう、小顔効果狙った。なんか、あの、虫歯ポーズみたいな、よくやる、こう顔に手当ててる、あれは私、あの、手のひらが広くて指が短い、あの、バレーボールしてたから、そういう感じの手やと思うねんけど、だからなんて言ったらいいのかな、可愛くならんのね。そう、でもこの感じの当て方をするとちょっとおしゃれに見えるなっていうことを学んだんです。こういうの言ったらあかんねんで、多分神っていう人いるのかなって、なんか探してはいるみたいですよ。どちらのモデルさんですか。あ、ありがとうございます。神は死んだ、ニーチェ先輩、星になった。まあ星、なるほどね、そういう星ね。エミカに会いたい、大阪って書いてる。東京来たじゃん。ファンレベアップ、ナイスしーちゃん、ありがとう。キョウさん、こんばんは。これは新作長さですね。実はでもこれ昔、昔っていうか、あの、イタリア行った時にインスタに載せてるんですよ。で、ナチとサラちゃん、元気かなって。元気そうですよね。でも、サラちゃんは配信してるし、リナチも配信してるか。で、リナチは私、結構、今、朗読劇やるから、稽古で会うんですよ。今度はリナチの、なんかすごい今なまった。リナチの家に泊まらせていただく。
私の土曜日の予定表がどこかで溜まってるの。それは早急に手に入れてもらいましょう、しんちゃん。早急に手に入れましょう。聞いてみよう。あ、1月にあったね、お誕生日、生誕祭にね。ひかるくん、こんばんは。ベレー帽めちゃくちゃ似合ってます。え、嬉しい、ありがとうございます。ベレー帽って結構キュンポイント高いって。嬉しい。なんかね、このベレー帽はフランスにいる時にかぶろうと思って買ったんですけど、イタリアでかぶった。いいなーって。いいでしょ、私にも会いに来てほしいな。まあそんなこんなでもうそろそろ結構いい時間みたいなので、え、何時今、時間が見えん。ハッシュタグ、何のハッシュタグ、もう15分、そろそろいい、あれや、終わろうか。先輩に今年も一緒やね、よろしくって言われて、また一緒なんやなと思ったけど切ない、切ない。どっちでもいい、どっちでもいいかな。明日まで行こうか、寝させてくれなんて書こうとして消したつもりやった。ハッシュタグだけ言うてもうた、口から漏れてもうた、ハッシュタグって。ポーズも若干あざとくできるんです。そう、これはちょっとなんか盛りました、めっちゃ。というわけで、皆様お付き合いありがとうございました。今日は短めですけれども、また明日も配信するので、はい、また明日もよかったら来てください。よろしくお願いします。アマテラさん、お肌ナイス、ありがとうございます。あ、寝落ち気味、京平さん寝ましょう。ゆうやくん、ありがとう、お疲れ様、ありがとうございます。今日 YouTube もね、新しい動画上げてるのでね、スペインにいる時の夏、残暑あたりのモーニングルーティーンを、リアルなやつを撮ってますので、よかったら見てください。ともゆきさん、おやすみなさい、ありがとうございます。また来てね、とかさんも。30分経ったら寝る縛り、そうしようかなと思ってました。今日は邪魔すぎてるから、あれ眠たすぎて計算できてなかった。玉ねぎさん、あれまだやっていいんだろうって、さっきはなんかプレッシャーかけてもまだこいつ寝んのかい言うてたのに。ほんなら皆様おやすみなさい、ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ、おやすみー。